こんにちは、皆さん。スプレーハート、天の上田ちゃんです。このチャンネルへようこそ。できよー、なんとなんとなんと、また、メキシコ料理の動画でーす。この前は、なんか、なんだっけ、離婚した卵たちを作ったね。っていう、メキシコ料理を作って、いっぱいコメント来てありがとうございました。本当に嬉しいです。それで私、それに関してはね、めちゃめちゃ嬉しい。なぜなら、まあ私の文化のちょっとをシェアするの本当に嬉しいです。でもちろんその一つの大事なことは、まあ文化に関してはね、まあ料理です。今日の料理の名前はトスタダスでピカディジョっていう、まあピカディジョ、この料理は昼ご飯か夜ご飯でよく食べる、あとはパーティーとかでね結構ね食べる料理なんだよね。メキシコでいくらで作るかな、多分200円とか150円とか250円とかで作れるけど、まあ日本で高いですね。ミックスベージュタブル、ミートソース、あともひき肉、メキシコの緑ソース、これはレタース、もう切ったレタースです。クリーム、メキシコのクリーム、カテージチーズ、ポテト、あとトルティーヤ。まあということで、もう始めましょう。オリーブオイルちょこっと、そのぐらい OK です。まあじゃあひき肉入れます。まあちょっと冷凍庫にあったからね、こんな感じです。塩コショウ、多分大丈夫。じゃがいも、蓋を閉めます。だいたい3分を待ちます。じゃあ3分経ちました。こんな感じ、火をつけて今度はこれを入れます。これも混ぜて、いいね、色が綺麗だね。ソースを入れていきます。いい匂いがする。で、あとこの前言うの忘れたけど、これも使います。ローレール、それだけ。そしたら蓋を閉めて4分を待ちます。で、弱い火なんて言うんですかね。まあちょっとこんな感じで待ちます。一つ面白いものを発見しました。これありました。これはね、まあ多分日本どこでもあるかもしれないけど、まあ沖縄で結構人気だね。タコスの皮。こんな感じです。タコスの生地。これ本当にね、メキシコにはないので、これ多分アメリカとかね、他のところ。でもメキシコはそうじゃない。しかしこれはトウモロコシで作ってあるから、これでなんとかしましょう。なんかそのメキシコはこの形にはないから、本当の形ね、メキシコで食べるのはこんな感じです。フラット。まずこれを使いましょう。いや、やりましょう。じゃあまずこのクリームをちょこっと塗ります。おー、いいじゃんいいじゃん。本当にトスタダを作ってる。トスタダ。ちなみにね、メキシコに住んでた時にね、ヨヘと結婚してすぐ、いや、結婚する前に、これは私たちのビジネスだった。トースターだ。これ生地を作ってた。言ってた。レタス上に乗せる。緑のスパイシーソース。で、完成です。これでトスタダ、傭兵を呼びましょう。どう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 。やばい。やばい。やばい。
あたしたちね、メキシコでこういうビジネスやってたよね。そうそうそう、こういうの売ってた。トースターが。このもっと大きいやつね。もっと大きいやつ、もちろん。こんぐらいのやつを売ってたね。トスタだじゃん。トスタだ。タコスじゃないじゃん。そう、最初トウモロコシから作ったの。嘘。本当だよ。嘘だ。本当本当。本当に？そうだよ。嘘だ。本当に私も日本でビジネス始まる。え、これいけるよ。嘘嘘、本当に。嘘だよ。マジで、うん、マジで売れる、うん、本当に。やったー。じゃあ私のね、いや、なん、やめて。じゃん、じゃんじゃんけんぽん。やったー。ちょっと待って、マジで、どうしたの。メキシコの料理よりうまい。本当。え、別にこれマジでうまい。え、ちょっと日本風にしてる味も、うん、してない。マジでうまい。美味しいよね。本当にうまい。マジで。俺嘘つかないよ。つかない。まずいもんまずいって言うじゃん。うん、だ前もなんか変なの出てきたわけ。これは食べない。僕は苦手って。ね、僕は苦手って。僕は苦手って。何も言えないで僕は苦手ってね。トスタダでピカディージョ。うん。マジでうまい。めっちゃ嬉しい。嬉しい？なんか材料全部揃ってね。やば。え、めっちゃメキシコじゃん。めちゃめちゃ好きだよね。辛いサルサがあればね。辛いサルサ、あ、そう、なんかいっぱいチリを入れたけどさ、全然辛くないね。全然辛くない。これでもっと辛かったらうまい。うん、そうだね、そうだね。でもその、ハラペニオ、うん、ちょっと日本とメキシコミックスで、これにサーモン、うん、生サーモン、あーとわさびちょっと入れたら、わさびと醤油入れたらマジ、マジやばい。あ、じゃあ今度やろうよ。マジやばい、絶対やばい。もうこれもう、これだけでやばいでしょ。で、ちょっとスモークサーモンとか、うん、スモークサーモンか生でもいいけど、生ハムみたいな感じで生サーモン乗せて、あ、じゃあ今度やろうよ。絶対やばい、これでやばい。いいの、まあ成功だね。もうだんだんはね、嬉しく食べるのは一番嬉しいな。それは触らない。いや、本当して。え、じゃあもっとこういうなんかメキシコ料理を作ってとか、もう他のアイディアやばいのアイディアだったら、まあ、ぜひぜひコメントねお願いします。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。アディオス、アニオス。